そこの二人待て。え、何？先生、タリム委員のジュード先生。あなた、エデさん。何がどうなってるんですか？先生が要逮捕者だなんて。ジュード・マティス、逮捕状が出ている。そっちの女もだ。軍特法により応戦許可も出ている。抵抗しないでほしい。待ってください。確かに迷惑かけるようなことはしたけど、それだけで重罪だなんて。問答無用ということのようだ。エデさん。悪いが、それが俺の仕事だ。ジュード、私は捕まるわけにはいかない。すまないが抵抗するぞ。抵抗意思を確認。応戦しろ。ジュード、本当に迷惑をかけた。さあ先生、抵抗したらその分罪は重くなりますよ。僕はただGUNはお堅いね。女と子供相手に大人げないったら。あなたは？おっと、話はあとな。連れの美人が行っちまうよ。でも僕は。軍に逮捕状が出て特報まで適用されてるってことは、君は S ランク犯罪人扱い。捕まったら待ってるのは極刑だな。そんな。よっと。あ、食べるなよ、舌を噛む。ちょっとあんたたち、まったく参ったよ。なんか重罪人を軍が追ってるようでさ。おいおい、こんないい男と女子供が重罪人に見える？あの、アルビンだ。え？名前だよ。君はジュードっつったかな。うん、こっちはミラ。頑張ったな。船長のやつ、勘弁しろよな。いつまで尋問するつもりだったんだよ。致し方あるまい。身分を示すものがないのだからな。オタクがだろ。アジュール行きだなんて、外国だよ。見ろよ、イルファンの冷静が終わるぞ。にしても医学生だったとはね。ちょっと驚いたよ。ねえ、聞いていい？どうして助けてくれたの？あの状況じゃ普通助けないよ。金になるから。私たちを助けることがなぜそうなるのだ？あんたらみたいなのが軍に追われてるってことは相当ヤバい境遇だ。そいつを助けたとなりゃ金をせびれるだろ。でも僕、お金ほとんど持ってないよ。あいにく私もだ。マジか。それじゃ値打ちもんがあればそいつでも受け付けるぜ。
ないよ。あんな状況だったんだ。高く取引されそうなものなどないだろうな。ねえ、アルビンって何してる人？軍人みたいだけど、ちょっと違う感じだしさ。へえ、いい線いってるよ。傭兵だ。金はいただくが、人助けをする素晴らしい仕事。うん、それは関心なことだ。しゃあないか。アジュールで仕事でも探すか。すまなかったな。ボランティアか。早くアジュールに着かないかね。外国って言ってもあんまり変わった感じしないね。ん？ああ、アジュールって言ってもここら辺はな。へえ。あ、地図があるみたい。見てくるね。から元気かね。気持ちを切り替えたのか。見た目ほど幼くないのだな。オタクが巻き込んだんだろ。随分と他人事だな。確かに世話になった。だがあれは本人の意思だぞ。私は再三帰れと言ったのに。それでオタクに当たるわけにもいかないから、あのから元気ってか。どっちにしても大人なこと。ここから来たか。それで？すぐ立つのか。いや、アルビン、傭兵というからには戦いに自信はあるのだろ。ああ、そりゃあな。私に剣の手ほどきをしてもらえないか。今の私は次第の力を持たない。剣を扱えないとこの先の道は困難だ。次第？なんかよくわかんねえけどさ、正直俺を雇ってほしいところだよ。でも金ないんじゃな。無理だろうか。稼ぎながら訓練ってのはどうよ。どういうこと？そうだな、この海底にもいるだろう。探してみようぜ。